猫ゴ信号場とは、千葉県成田市長田にある、成田空港線の成田床川駅空港第2ビル駅間に位置する信号場である。計画時は新猫ゴ信号場とも呼ばれており、開業後も表記揺れが見られる。成田空港線は、成田床川駅成田空港駅間が単線となっており、線路容量確保及び保安上の観点から、行き違い設備を設置する必要が生じたために、 建設された。配線は一線スルー方式となっている。スカイライナーやアクセス特急が列車交換を行うために停車し、発車する際は自動的に発車ベルが鳴る。場所は東関東自動車道交点の東側付近。かつて JR 東日本成田線の根ゴや信号場が付近に存在していたがこの信号場は同一の位置ではなく、現、ネや信号場とは、 東関東自動車道を挟んで反対側に位置していた。単純な上下列車の交換だけでなく、スカイライナーの対比なども行う。交換と対比を連続で行う列車もあり、10分ほど停車することもある。アクセス特急のダイヤにはかなりの余裕を持たせてあるため、交換完了後もしばらく停車して、時間調整を行う場合が多い。アクセス特急同士が交換を行う場合、 上り降りの両列車が共に一旦停止を行う。また列車交換の順番次第では、スカイライナーが副本線を走行することもある。京急か田駅の高架化に伴う2012年10月21日のダイヤ改正で、インバ日本二大伊藤での列車交換がなくなった。京成電鉄成田空港線成田湯川駅、猫屋信号場空港、第二ビル駅、石川治む。 成田スカイアクセスの概要、鉄道ピクトリアル第839巻、鉄道図書館公開、2010年10月、106から107ページ。柴田東吾、鉄道趣味から見た、信号場、鉄道ピクトリアル第882巻、鉄道図書館公開、2013年11月、70から71ページ。安全報告書2016、京成電鉄。 二千十六年十一月七日閲覧。加藤隆夫、成田新高速鉄道プロジェクト最新の進捗状況について、鉄道ピクトリアル第八百十四巻、鉄道図書館公開、二千九年二月、百七百十。今尾圭介、原武史、日本鉄道旅行歴七図帳五号首都圏私鉄、全線全駅全優等列車新庁舎、二千十年、十七ページ。 ISBN 978から41億790万395ありがとうございます。